先ほどの光景、惨状が広がるのはあの町だけではありません。今世界の随所で見られる光景なのです。改めてあなた方に世界の運命を託しましょう。そのための次なる一手、ソピアコアの奪還をよろしくお願いします。ここは知ってる場所なのか。まあね。さあ来い。そんなもの。
ちょっと暑いよ。つい出直しな。この拳に壊せないものはないよ。ちょいと驚きだね。見切った。遅いね。見飽きたね。そんなもんかい。出直しな。私の拳味わったかい。やるしかない。見飽きたね。遅いね。そんなもんかい。ちょっと暑いよ。しっかりしな。ありがとう。まだまだだな。何でもできそうだ。何でもできそうだ。私の拳を味わいな。せや。そんなもんかい。切り裂け。ちょっと熱いよ。
切り裂け！俺たちの勝ちだ。崩落したのかい？そっちに何かあるのか？いや、何でもないよ。始めるよ。せや！私の拳、味わったかい？いい調子だよ。リーファ、やれやれ、私もまだまだだね。どうもこうぐらついちまってる。あんな悲惨な状態を見た後なら動揺もするさ。見慣れているはずだったんだけどね。私の国はね、小国がいくつも集まってできた連合国家だ。人種も思想も生活習慣も様々だからね、頻繁に争いが起きる。連合国家？あ、じゃあリーファの国はあの…まあね、私が所属しているフーカって組織は争いを未然に防いだり止めたりするのが目的なんだ。文字通り火を封ずるために自分たちも武装して武力…武力で…でも、それじゃあ…そう、それじゃあ争いはなくならない。すぐに思い知らされたよ、自分が思っていたことはただの理想だってことに。ひどい国だなんて思ってたけど、それでも今あんなことになってるかと思うとやりきれない。リーファ、何でもできそうだ。何でもできそうだ。何でもできそうだ。いい調子だよ。